はい。こ、うんにちは。なぎわちゃきょうです。なかなか面白いことになりそうですね。かねてから、ベストスマートフォンね。俺もちょこちょこ言ってますけども。ワンプラス。ね。まあ、おっぽ参加の。 ところではありますし、まあオッポの技術力がね、まあいろんなものが入ってたりするようなところでの、かなりですね、えー、クロートにも合うような仕様、えー、仕様にして、かつ、その後のアップデート対応も素晴らしい、サポート面も素晴らしいという、まあメーカー、ワンプラスですけども。 まあこのワンプラス、今年はセブンシリーズを出してきてました。セブンよびセブンティが先日出たというところになりますが、その後ですね、セブンティが出た直後ぐらいにワンプラス8のまあレンダリング画像と言われるものが出てたんですよね。で今回、いや、面白いことになりそうです。ワンプラス8ライト。 こちらのですね、レンダリング画像と一部情報がね、出てきましたんで、お話をしていこうと思います。ミドルレンジスマートフォンということになりますが、まあその他のメーカーもミドルレンジスマートフォンは多々出してます。特に、 サムスンなんかは乱発してますし、まあ、オッポそしてその、まあ、この間も完全分社化ということになりましたけど、リアルミー、オッポリアルミー、そしてファーウェイ。このですね、上位メーカー。もう、パン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 ,パンね。毎月のようになんか <laughs>、出してるふうにも思えるんですけども。まあ、まあ、あとはシャオミもね、出してますけども。 毎月のようになんか新しい、その、ミドルレンジスマートフォンが出てんなっていうふうに思いますけども、ついにワンプラス、ミドルレンジスマートフォンが復活と、いうことになりそうです。えー、今年が2019年ですから、まあ、3、4年前には、ありましたね。ワンプラス、X? うん。ミドルレンジが確かあったと思いますけど、結構レベルの高いミドルレンジを確か出してたはずです。 当時にしては。だけどやめちゃって、まあそのご存知のようにハイエンド期がいっぱい出てきて、まああの、安めなんだけどもスペック充実みたいなのが今年もあっての、まあすごくですね、いい評価をされているわけなんですけども、ついにミドルレンジが復活ということになりそうですね。まあレンダリングはもう載せておきての話をしようと思いますけども、 えー、ミドルレンジらしからぬところもあって、えっと、オーディオジャックがなさそうっていうところかな、まず。オーディオジャックなさそう。全体から見ると。で、背面は多分ガラスパネルです。で、その背面にあるカメラに関して言うと、ちょっとまあ、ギャラクシーの A シリーズ、最近リークで出てた画像、 にも似た感じで結構大きくカメラが撮られていて、えっと、二眼プラス振動センサー、その他のセンサーがそこに全部埋め込まれてる感じになってますね。あの、ワンプラスセブン、セブンのその無印系が二眼でっていうような感じでやってきてましたけども、まあ、ここら辺はちょっとね、カメラスペックは出てないんですけども、どれぐらい抑えつつの、まあ、それなりなクオリティが出せるものになってんのか。 あの、振動センサーとかまで搭載してくるとなれば、あとはまあ、レーザーオートフォーカスとかあるが、あるのかないのかとかある、あると思いますけど、そこら辺を含めてちょっと気になってくるところではありますね。さらにですね、あの、パンチホールの、あの、ディスプレイになっているというふうに言われてますし、背面にもサイドにも、あの、指紋認証の場所がない。 用意されてないところを見ると画面内指紋認証なのかと。一部ですね、まあ今年ニュース動画としてもやりましたけども、液晶でも画面内指紋認証が可能になりましたっていうことでお話をどこかでしましたが、まあでも、それでもやっぱり、 有機 EL で普通に画面内指紋認証来んのかなっていうふうには思います。もちろんそのミドルレンジスマートフォンで有機 EL ディスプレイを備えてる端末がないわけではないですけども、従来のそのワンプラスのハイエンド機、例えば5万円から6万円とかっていう価格のところで、そなんな、ね、メーカーのミドルレンジですから、いくらね、4、最初から4万円台なのかとかあると思うんですけど、それで、 UTL パネルっていうのは多分なかなかないと思います。うん。あの、ものすごい台数を出してるメーカーだったら別なんですけど。 そこら辺もちょっと楽しみだなっていうふうなところですね。画面サイズは6.4インチもしくは6.5インチだろうというふうに言われているので、実際そうやって画面内指紋認証センサーを備えつつの UQL パネルでそうやって6インチ以上のものってなってきたときには、まあ、エンターテイメントを楽しむものとしては十二分な威力を発揮するだろうというふうには思いますし、ディスプレイ関係で言うと、 まあ、その 90Hz とかのね、駆動にリフレッシュレートに対応するのかとか、そこら辺気になるところではありますけど、ミドルレンジでやってきたらほんと大したもんだなっていうふうには思いますね。<laughs> そしたらね、飛びついちゃう人結構いるんじゃないかなっていうふうには思います。えー、まあ、あの、従来から、あのー、ミドルレンジが、まあ今年前半から特に俺はもう何回も何回もずっと言ってるので、 耳にタコかもしれないですけど、ミドルレンジが今後やっぱ、あの、大切になるという話をですね、もう何度も何度も言ってますが、ついにこのワンプラスもやってくるかと。いうところですよ。ねえ。まあもうこうなってくると、まあ、OPPO が日本にありますから、ワンプラスもぜひっていうふうには思ったりしますけど、その、シャオミもね、12月の9日にっていううなところもありますから、ありますけども。 まだその詳細スペックっていうのがほとんど出てこないところでの単なるレンダリング画像と、まあ、ちょっとほんの一部その画面サイズとか、まあ,あとはその画像から読み取れるところとかっていうのもお話にとどまっちゃうんですけど、それでもですね、この素晴らしいメーカーからミドルレンジが出るというこのことだけでも、要はスペックを置いといたとして、 この話だけでも、なかなかにその楽しみ感というか、ワクワク感というか、出てくるなあっていうふうにね、個人的には感じてる次第でありますね。いやー、なかなか素晴らしいですよ。楽しみだ。ね まあ、あのー、今回ですね、初めてこのレンダリング画像を含めて情報が出てきているので、うん、まだそのお伝えしていることは本当少ないっちゃ少ないんですけど、ま、あそれでもですね、もししっかり出てくるんだったら、やっぱりクオリティはですね、結構信用しちゃってる俺はいますし、本当期待はかけちゃうなっていうところと、俺だけじゃないはずなんで、そういうふうに思ってる方は。 細かな情報でも出てきたらですね、地一上げていきたいなというふうに思ってますんで、よろしくお願いします。多分ですね、まあその、ブラックフライデーやサイバーマンデー等々、うん。まああとは独身の日もね、遡るとありましたけども、その時にやっぱり当然のごとく安くなってましたね、ワンプラスシリーズが。 その時に注文した方も少なくはないと思います。もしかしたら2機種目、2代目として今年2代目として買ってる方もいたんじゃないかなっていうふうに俺は思ってるんですけど。自分自身が使ってて、それでやっぱりいいって思ったから、自分の奥さんとか、ね、もしくはなんか自分の恋人とかへのプレゼントみたいな感じで買ってあげるとか。 そ,それぐらいした方もいるんじゃないかなっていうふうに俺は思ってますけど、それぐらい人にも全然勧められるような両端末だと思いますねこ。その価格的なところもそうですし、スペックや、そしてその発売後のサポートっていうところも全体的にやっぱ素晴らしいですよ。もちろん、あのー、俺も動画にしましたけど、当初ね、当初そのワンプラスが言っていたカメラの倍率、 ね、5学3倍ズームって言ってましたけども、あの、実際に検証をね、した方がいますけども、3倍まではいかないと。<laughs> 2. 何倍までだったと。ね、いうところもありましたけども。そんなことをやっちゃった感じではあるんですけど、それでも、そんなのはもう全体からするとほんのごくちっちゃな、ちっちゃなもう米粒サイズのね、お点ですよ。えー その他の白が多ければですね、全くまだまだ済んでるというふうには思ってますから、あのー、本当にいろいろとリーク情報もいろいろとこのミドルレンジ界では出てきてる中で、ワンプラスがまさかね、復活させるとはって、そんなに予想してた方少ないんじゃないかなというふうに思いますけども、引き続き、ちょっとアンテナ張ってね、追っていきたいなというふうに、 と,思いますということでまた見てなバイバイ